野崎チャンネル。はい、皆さんこんにちは。ということで今日はコラボ企画ということで、なんと里崎チャンネルに初のスポーツ海外っていう、本当に光栄だな、はい、映画監督の馬場さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応ね、僕スキーの映画でデビューしたんですよ。あ、そうなんですか。だから、うん、スキーだけは喋れるけど、はい、野球は、でもね、僕実は草野球のチームもう30年やってるんですよ、はい、だから草野球界は詳しいよ、割と。そうなんですか、うん、ポジションはどこなんですか。いや、もうフリーですか。監督ですよ。もうプレーしないんですか。そう、もうあのライトにね、人がいないときに、はい、まあ、草野球ですからライトかセカンドに入ることはありますが、はい、まあ、だってほとんど経験者、はい、あの野球やりたくて来る人だから、はい、まあまあ、高校までやってたとか、はい、中学までやってたっていう人たちばっかりなんで、はい、僕は入るうちないですね。で、僕もなんと2022年ちょっと銀幕デビューしました。え、本当？はい、映画初出演したんです。え、何人出たんですか。はい、あの野球部に花束をっていう、はい、その漫画から映画化された、うん、2022年ってつい最近公開？はい。あ、あったね。はい。何役？僕ですか、うん、僕はあの白玄マンっていうそのあの高校野球を題材にした映画なんですけど、1年生は奴隷であるみたいな、そういうなんか高校野球のあるあるを言う役なんですよ。だからワイプで出てきたりとか、面白い。高嶋政信さん出てるんで、高嶋政信さんのメガネ入ったりとか、あとあの顔面競技の小沢さんとか、はい、出られたりして、それに初の。だから小沢さん何の役出てんの？ヤクザの役？小沢さんはあの3年生はもう高校1年生からしたら、高校3年生ってちょっと大人に見えるじゃないですか。で、それの怖いバージョンで、あの高校1年生はもう高校3年生を小沢さんに見えてるみたいな、小沢さんに見えてる。その 描写で面白い。それすげえセンスあるね。でそれに出て、だから初めて撮影に行ったんですけど、うん、だ僕はもうあのグリーンバックで喋るだけなんですよ、うん、その格言を30個ぐらい、うん、だから誰とも絡んでないんですけど、そこそこ、もったい、もったいないな。でも人すごいっすよね、関わってる。ああ、それこそ野球チームぐらいの感じですよね、はい、だからその僕が一人ですよ、うん、そのなんかすっごいカメラ、本当に映画撮るようななんかので、はいはい、勝ち込みたらシーンなんとかんとかようかみたいな、あの、うん、バカにしてるよね。いや映画界を、いやいや緊張するわと思って、うん、でみんな僕一人のそのなんとかはなんとかであるみたいなのを、うん、まあ30個ぐらい言うんですけど、うん、それにもう3、40人いるわけじゃないですか。 いたんですよ僕の中で。すっごい緊張して、ごめんなさい、ちょっとお言葉返すようですけど、里崎さん千葉マリで打席立った時に、はい、3万人ぐらい見てるでしょ。いやいや、でもですよ、野球は7割失敗でも一流なんですよ。はい、3割打ちゃね、はい、こう出しただからね、はい、うん、でこうあの、まあ、あのそのセリフみたいなのをカメラの上のところに次のセリフこれでみたいなの出してくれるんですよね。で、あの僕の言葉じゃないんで、そんなニュアンスで言わないこととかもあるじゃないですか。ああ、はいはいはい、自分の言葉じゃないからね、はあ、だからそれを瞬時にスラスラ言うの難しかったりした時に、あのちょっと上見た瞬間に、はいカット佐々木さん、あの上見るのダメですあのずっとカメラ目線でみたいなあの今目線がちょっと上行きましたみたいなで、はい、カチ、はい、なんとかかんとか、C、2、はい、テイク2、カットがあって、こう、緊張するわと思って、あのなんか、プレッシャーが、その、あの NG 出せないプレッシャーがすごいなと思って。NG 出せないって、日本シリーズとかだったらどうですか、じゃあ。でも別に4回中1本いいところで打てばいいんで。じゃあですよ、キャッチャーで補給してるときに4回中1回取りゃいいってもんじゃないじゃない、絶対全部取らなきゃいけないじゃないですか。いやでもそれはもう本職だから、うん、僕それ初めて出てて、あ、そうかそうか、初めてだからね、はい、うん、初めて出て、そんなわけもわからん中、だって初めて行ったんですよ、その茨城まで。初めて茨城に行く前に、はい、だってあのいろいろほらセリフとか分かってるわけじゃん、台本もらってるわけでしょ。こんな感じでしかもらってないんで。練習していかなかったの？いや、しないですよ、そんな。だってただ呼ぶだけなんですから。だってそんななんとかであるみたいな、練習しないで野球の試合なんか出る人いないですよ、だって。いやいや、でももう
どういう感じで撮るかも分からなかったんで、うん、まあ、とりあえずこう出してくれるからそれ読めいいだけやろうと思ってたら、うん、あの目線がずれるっていうとか、ね、目線とかそれニュアンスとか、はい、あとイントネーションとかいろいろ言いますよ、はい、それ絶対に前もって渡して練習してから言った方がいいのにね。聞いてなかったですよ、そうちゃんと練習してきてくれってあの軽い感じだったですよ。なんか世の中大人の世界って軽い感じで、はい、おい全然練習なんかいらないですけどって言って出したものは絶対練習してかなきゃいけないんですよそういうものでも2時間撮ってたんです、うん、僕の出番の、うん、その撮るのを2時間、うん、40分で終わって、お巻いたんだすげえ、はい、全員から大拍手だったんです。早く帰れるからねみんな、はい、でそれがクランクアップだったんですよ。あもう最後だったんだ、最後だったんですよでもうみんななんかクーラーボックスとかいっぱい出てきて、うん、これで全てクランクアップですみたいな、オールアップですって、ね、はい、カッパーみたいな、なって俺最後だったんだと思って、いいとこに行ったじゃないですかでしかもなんか2時間ぐらいかかると思ってたらしくて、でそれが40分で終わってすごい褒められました。練習もしてなかったのにどうかな、それこれ2通りのケースが考えられますよ、はいはい、佐々木さんがめちゃめちゃ上手くて、はい、あこれ全然予定してたより早く行けるやって場合と、早々に監督が諦めたでもあの最初の頃とか短かったんで、うん、あのこんな感じでいいかなと思って、はい OK、はい次行きますって言うから早いなと思って、こんなんでいいかなと思いながらやってました。いやごめんなさい、もう一個あの可能性があった、才能があったんだ。そうかもわかんないです、うん、僕だからドラマも出てるんですけど、あの何回もあの同じやつ撮るじゃないですか、はい、あのごめんなさい、ドラマは何に出たの？ドラマはあのテレビ東京 の、うん、あの8月はバッティングセンターでっていう、はい、これはまあ本人役なんですけど、バッティングセンター の、 その店長とそこの娘さんがその悩みを悩んでる人がバッティングセンター来た中でちょっと場所が展開して、うん、なんかちょっとあの転生系ですよね、うん、でそこに野球してるシチュエーションになって、で毎回全球はあるんですけど、毎回元プロ野球選手が出るんですよ。山本桝さんだったり古田さんだったり上原さんだったり僕だったり宗凛だったり、今話聞いたら超一流選手しか出てないね。そうなんですすごいな。で それが初めてだったんですけど、うん、何回もあの角度変えて撮るじゃないですか、うんうん、すごいなと思って、うん、これ全部使うのかなって思いながらやってましたけど、うんまあ、あと待ち時間って鬱陶しくなかったですか？あ待ち時間すごいですよね。なんであんな待つんだろうみたいな。でもそんなとこ行くの珍しいから、はい、そのドラマの時は中村徹さんと佐藤ひとみさん、うん、それがあれなの？あのさっき言ったバッティングセンター の、 あの中村徹さんがバッティングセンター の、 その、うん、雇われ店長みたいな感じ で、 店長で、うん、でその僕の出る輪 の、 その悩んでる人が佐藤ひとみさんだしてるんですよ。だから1話完結です。まあ、こんな言い方したらあれですけど、ミーハー気分で物珍しいじゃないですか。はいはいはい、だから、中村徹と佐藤仁美と会えるぞみたいなね、はい。待ってる時間も話してたんで、すごい楽しかったですただ、僕の感覚ですけど、佐藤崎さんが中村徹と佐藤仁美に会えるぞって思ってる以上に、向こうが佐藤崎に会えるぞって思ってるから、同じですよ、そんなの。でも、中村徹さんのすごいなと思ったのは、うん、その子供もいたんで、その話の中に。そう佐藤ひとみさんの息子や子供もいたん で、 はい、はい、うん、で子供が飽きてきちゃったりしながら、うん、もうするわけじゃないですか、うん、それを中村徹さんがあやしたり一緒に遊んだり、子役が本当に飽きちゃってるの現場で、そうで、うん、遊んだりいろいろしながらやってて、何の台本も見てないのに、うん、始まったら全部スラスラ言えるから、プロすげえなと思って。だから練習してるんですってそこは練習してるんだってこう常にこうやって見ていくわけじゃないんですね。ずっと何も現場で一回も本を開いてるの見たことなかったんですよ。いやこれがね、役者さんって、はい、まあ、本当に二通りあって、はい、本当に完璧に全部台本頭に入れてって、はい、現場に本を持ってこないって人世の中にいるんですよ、はい、でそういう人に出会ってそんな現場に行こうもんなら里崎さん大変ですよ。だって何をいつちらちら見てんだみたいな。僕も奇跡的に台本全部覚えてたんで、おすげえ一回も開いて見てないんですよ。かっこいいでもね、まあ、少なかったんでね。でもね、世の中には真逆にこれ誰が誰とは言いませんけど、うん、全然セリフ覚えないで、もうそれも、うん、あの大俳優で超名優な人ですよ、うんうん、
全部セリフもう目線の行く先々に書いて貼っといて、それこっち見て読んで、こっち見て読んで、またこっち見て読んでっていう風にやってる、俳優さんも、もう亡くなられた方で言ったら丹波哲郎さんとか、全然覚えてこないで全部カンペで読んでるっていう名優の方もいらっしゃいますから、何がいいかなんて分かんない、でもそれでももういいんですよね。あ、そうでも全然いけてる、そう完璧にできれば、うん、でも丹波さんって聞いたらぽいなって思っちゃう自分も丹波、まあ、さんがそうおっしゃったかどうか分からない、僕に一緒にお仕事した中でそういう役者さんいらっしゃって、うん、結構説得されちゃったんだけど、うん、縦板に娘のごとく人間ってほらセリフだからほら何喋るか全部分かって人間喋るじゃないですか、うんうんうん、あれはリアルじゃない、はい、こうつっかいつっかい人間って喋るだろ、はい、そういうもんじゃないですか、はい、喋る、はい、そうですね、だからこっちに書いてあるの読ん でこっちに考え行ってこっちに行って読んだって、はい、自然に見えるもんなんだよって言われて、はい、で現に僕自分の映画でその方とご一緒した時に、はい、すごいよく見えるんですよ、それは、はい、だから覚えていくのがいいかどうかわからないの本当は。でもなんかカンペ用意してくれって恥ずかしくてねそれは言わない、それは言わない方がいいなきっとまだ新人の段階じゃで、いきなり新人でカンペお願いしますって言えないじゃないですか、だからでもなんかああいうところ行くとみんなすごいなと思うんですよ。でもそのセリフを覚えていくのと、例えばそのどうだろうな、まあ、試合で敵の、うん、相手のピッチャーがこの前あの配球はこうだったとかって、まあ、覚えて打席に立ったりするでしょ、まあ、ある程度のデータを、はい、そっちの方が面倒くさくないんですか、そっちは楽なもんなの。で僕絵で覚えてるんで、面白い、文字で覚えてないんですよ。そうなんだ、はい、だからあの雰囲気というかこう映像で覚えてるんですね。球分割あるじゃないですか、うん、はい、ストライクゾーンの球分割に青とか赤とか緑とかで、まあ、帳面には色で書くんですよね。その長所短所とか傾向っていう、その苦手なこととか形とか変えながら色で書いたやつを貼ってるだけなんで、だからそれをそれシャシャって動くだけです。里崎ノートって9分割に赤とか緑が書いてあるんだ。僕絵描いてるだけなんですよ。でそれが何、頭にこうピタッと入っちゃうわけ。そうだから頭出てきてその絵が出てくればそれがそれなんで、あとはそれを具現化するだけじゃないですか。だからあの言葉はほぼ書いてないんですよ僕ノートに。だから誰が見ても僕のノートに何書いてるか分かんないです、絵描いてるだけなんで、うん、でもそのシャシャって、だからもう柳田が出てきて柳田みたいな、で当時だったらラミレスが出てきたらラミレス、リアルな話だな。でも松井和夫さん来たら松井和夫さん、でもそういうもんでしょうね、そんな文章で覚えるっていう、ね、覚えれないですよ、ね、そんなないもんね、はい、うん、なるほど。絵で覚えてたらもう120人ぐらいは楽勝で覚えれるんですよ。すげえ、そうなんだ、はい、でも映画とかって拘束時間めっちゃ長いじゃないですか、まあ、その撮るのも 何ヶ月もそうだし、一本で映画撮るのに普通の映画だって今2ヶ月ですから、はい、まあ、それはかかりますわね。それっていっぱいお金くれるんですか出る人。いや日本はどうだろうな、アメリカとかすごいじゃないですか。まあこれを言うと一番わかりやすいですよ、はい、メジャーリーグと日本のプロ野球と同じぐらいの感じですよ。だから何ですか、千賀さんとか、うん、もう向こう行ったら123億、うん、日本でいいとこ10億いくかいかないかでしょ。まあまあそうですね、そんなもんじゃないですか。だからやっぱそこはやっぱりその、まあ、メジャーと日本もそうですけど、世界マーケットか日本マーケットか、おっしゃる通りです、その通り、うん、だからもうマーケットが違うからビジネススケールが全然違うから、うん、それはまあしょうがないですよ、うん、むしろ韓国なんかの方が世界に売れるから、うん、いい金取ってるじゃないですか。あ、でも日本は世界に売ったりしないんですか、言ってんですか。いや売れないんだろうね。いや持ってこうと思った、アニメは大丈夫ですよ、まあ、アニメは ね、アニメはもうワールドマーケットだから、これは大丈夫ですけども、だって鬼滅の刃なんてめちゃめちゃ向こうでも受けてるから、あ、まあ、それはあれですけど、実写はちょっと、だからアニメじゃないですか、望みがでかいのは、実写でもし佐々木さん、アニメの野球アニメだったらフォームが多少へっぴり腰でもそれはちょっと別問題でしょ、関係ないでしょ。そう、でも野球でフォームが、僕はアニメの監修もしてるんですよ。あ、そうなの、はい、うん、アニメ そのメジャーっていう、うん、そのアニメの監修もしてるんですけど、うん、そのそれどういうとこ監修するんですか。漫画家さんは書くだけでいいんで、うん、難しくないらしいんですよ、うん、難しいですけど難しくないらしいんですよ、うん、でもクリエイターは、うん、漫画家さんを動かさなきゃいけないんですよ。あ、その絵をね、はい、うん、で絵を動かさなきゃいけないんですけど、クリエイターの人ってスポーツ誰もやってなかったりするんですよ。あ、そりゃそうだ、スポーツやってたらそんなとこ来てないですからもう間違いなく。だから
その動きをどう動きするかをイメージ誰もできないらしいですよ。だからさもあろう、あの監修入った時は、うん、こういう場面の動きってどうなるんですかっていうのをやってみせるの。そうそうそう。でそれをみんな 5,6 人が来てビデオカメラ、写真、うん、全部撮って、うん、角度から、うん、でじゃあホームランを打った場合こうなります、うん、空振りした場合こうなります、うん、でちょっと差し込まれた場合こうなります、泳いだ場合こうなりますとか。ごめんなさい、そのアニメって見るとバッティングフォームが里崎になってんの。いやいや、そのあの動かし方を、だからそのそうか、アニメが動いて漫画が動かすだけなんで、うんうん、動かし方をとか動き方、うん、そうじゃないと手が変なとこに行っちゃうんで。あ、分かる分かる。取る時に手がここにこう来ますよとか、うん、ダブルプレーで早くこうなりますよとか、うん、バットだってどういう風に手が返っていくかとかっていうのをやってないと分かんないもんね。そうそうそう。で、そのスライディングも、うん、内野手もキャッチャーもピッチャーも、うん、それ全部実演してみせるってこと。そうそうそう。であっちがリクエストくるんで、こういう場合ってどう動くんですかって言ったら、こういう場合はこう動きます、成功した場合はこうです、失敗した場合はこうですみたいな。でもじゃあアニメ産業はもうすごいですか。僕アニメは実は全く専門じゃないので、アニメの方がだってですよ、あの東映って映画会社あるじゃないですか、はい、その子会社に東映アニメってあるんですよ、はい、もう会社の規模今もう10対1ぐらい違いますよ、株価も。あ、株価はでも親会社だからいいのかな、うん、とにかくあの時価総額がもう今子会社の東映アニメの方が10倍ぐらいになっちゃってて、まあ、ちょっとごめんなさい、これ10倍正しいかどうかなんだけど、うん、全然アニメの会社の方が今日本の映画が普通の映画会社よりでかいですから、それはもう産業がもう桁が違うでしょ。日本でじゃあ邦画を世界でもし売ろうとした時に何をしていけば売れるようになると思うんですか。いやもうだからアニメとかその CG とかの世界で生きた方が日本って互角に勝負できるっていうか、互角以上の戦いができてるから、あんまり実写の方がどうこうということは考えなくてもいいような気が僕はしてますけどね。世界で勝負するならですよ、はい、日本マーケットだけだったら実写の需要もあるだろうから、うん、あのやればいいけど、うん、世界に打って出ようと思ったらアニメが圧倒的に強いんじゃないかと思いますけどね。うん、プロ野球の一流と映画の邦画の一流の主演だったらどっちが年俸高いですか。一本だと安いですよね。もうね、そんなの比較にならないよ比較にならないぐらい野球の方がいいですよ。びっくりするぐらい。だって映画って当たったっつっても知れてますから、はい、だからあの興行ビジネスで考えても野球の方がコンスタントに稼げるってると思うな。映画1本作ろうと思ったらいくらかかるんですか。それこ そのピンキリあるんですけど、はい、今世の中で普通に劇場でやってるちゃんとした映画の体裁で2時間で、はい、いいスターを持ってきてちゃんと映画を撮ろうと思ったら4億ぐらいかかります、間違いなく、うん、最低で、うん、でも普通5億ぐらいかかってるじゃないですか。5億かかるうちの出演料っていうのが、まあ、これも役者さんによりますけど、うん、言うても1億とか1億6000万ぐらいじゃないのかな。それだってそれを全出演者で分けるんですよ。まあまあそうですね。だったら一人の取り分なんてめちゃめちゃ取る人でも3000万とか4000万とかだとしたら、もうどうですか。だってついこの間、僕横浜ファンなんで、はい、牧君、はい、1億2000万の2年目で、はい、ありえないよね映画で。まあでも1年間稼働してますもんね。そうそう、1年間稼働してれば、そうなんだけど、だから映画、あれ映画にしたら何本主演したぐらいの感じなのかなと思うけど、でもどれぐらいその、まあ、基本的に、まあ、ものによって違うんですけど、どれぐらい準備期間かかるんですか。ああ、その1本に、はいはい、ああ、これもだけど映画の質にもよるけど、映画を撮る側って、はい、その撮ってる期間が 2ヶ月って言ったけど、前にだってどうやったって準備に2ヶ月ぐらいかかるし、うんうん、その後に編集とか音楽つけたりとかいろんな作業があったらまた2ヶ月かかるから、まあ言うても半年かかるから、監督とかだったら1年に2本やったらすごいですよ。1年に2本やってます。でも出る人って里崎さんもそうだったかもしれないですけど、ヌーっていうかもうスケジュールこことここでこの映画ってできるじゃないですか。そうですね。だからものすごい縫えば1年間に10本や15本映画に出れちゃうんじゃないですか。ただ主演ってなるともう他の人が縫ってくる中に全部スケジュール拘束してまとめてバルクで2ヶ月抑えるとかだと、でも6本は主演できちゃうな。でもあのロケハンとかも探しに行くんですよね、その場所。はいはいはい。
あれ重要ですよ。あれすごいですよね。なんか、ものすごいいいところで目つけられましたね。もう映画で最も重要なファクターの一つだと思うんですよ、ボケ判定、実写映画だと。だってどこで撮るかで映画って決まっちゃいますから、どんなお芝居してるかと同じぐらいどこで撮ってるかって重要じゃないですか。あれどうやって探しに行くんですか。監督さんが決めるんですか。こういう情景のところを探してほしい。ですね、それ制作部っていう、まあ、あの映画のセクションって会社みたいに制作部とか演出部とか照明部とか撮影部とか録音部とかって、まあ、部に分かれてるんですけど、その制作部っていうところがあって、ここに専門家の人がいるんですよ。でものすごくいろんな場所を知ってる便利な方っていらっしゃるんですよ。もうだからもう頭に入ってる、この監督がこういうシーンを撮りたいって言ったら、あ、階段ね、夕日が向こうに見える、あ、じゃああそこの階段だとかっていうふうに辞書のように入ってる人が いて、そういう人がいるとすごい楽ですよ、こんなイメージのこんなところなんだけどって言ったら、ちょっと3つ4つ見繕ってきましたみたいな感じで現場に行って写真撮ってきて持ってくるんだけど、そういう情報って共有されてるんで、割と、はい、制作部で、だからあの映画で使ったこことかってみんな知ってるんですよ。だからもう今だったら全部なんかデータで入ってるから、監督がここを2人きりでこういう感じでこういう風にしたいんだけどって言ったら、ちょっと探しはパッと出てくるみたいなシステムぐらいにはなってるような気がする。でも被ってもあれですもんね。それ別に鋭い質問だなでもね同じ場所でやたら撮りまくってる映画ってありますよ。もう最近だってちょっとさっき話したんだけど、渋谷のスクランブル交差点を再現できるセットがどっか地方にあったんで、まあ出てくること出てくること、スクランブル交差点が、だから同じ光景ってよく見ますよ、あ、またここかとか、でもなんか下手すると、あ、またこの家かみたいななんか有名どころだったらスクランブル交差点とか、まあ使ってても違和感ないですけど、なんかその超なんかこうシリアスないい場面のこの階段ところで、ここあの時の階段と一緒だなみたいなまあこんなこと言うのもどうかと思いますけど、アダルトビデオなんてそれのオンパレードで例のプールとか例のコンビニとかっていうことはありますからねああまたあのプールかとか、ああ、あのプールまたやってるよみたいなあのコンビニの陰でまたやってるよみたいな同じところはあるんじゃないですか、そう考えるとその中チョイスもセンスが、いや、それがだからアメリカ映画なんかやっぱ抜群でね、いいロケ地で、まあ本当さっきも言った通り、お芝居するってこと以上にどんな雰囲気のところかって重要じゃないですか。だから、あのそれを選ぶ才能って日本で軽視されてるような気がするな、いますだけど、すごい上手い人が、この人すごいっていうのが、僕も自分であのバブレゴーって映画撮った時の、その見つけてくる人、天才的な人で、馬場さんバブレゴーなんですか。そうですね、僕もバブル英語日本映画の中で一番思い出が深いんですけど、阿部寛と広末涼子の映画ですよ。知ってます。そうそう、知ってますよ。だってそれなんでかっていうと、2010年、下克上日本シリーズ、あったじゃないですか、延長15回引き分けで、そのなんで知ってんのその話。でホテルへ帰ってきてマッサージも受けながら、夜中の1時ぐらいから始まったのがバブルエゴ。もうね思い出しちゃった。もうあれロッテのそう延長で、あの時初めてオンエアだったんですよ、フジテレビで、でそれが伸びに伸びて、フジテレビが野球中継してたから、結局スタートしたのがそれこそおっしゃる通りです、12時とか1時とかなんかそこら辺なんですよね。ところがね、もうこれはもうどんなに感謝しても感謝しきれないと、あれ数字めちゃめちゃ良かったんですよ前が、日本シリーズその試合がいい試合で、そうおかげで深夜なのにめちゃめちゃ数字良かった僕だからそんなすぐ寝れないじゃないですか、延長中それは疲れてますけど、テンションも上がってるわけじゃないですか、日本シリーズで延長中、そういうテンションの時見るのにいい映画ですよね、バカな映画だからで帰ってきて、おバブルエゴーやなと思ってずっと見てたんですよ。だからあの洗濯機に入って回ったらああそう行くんですよね、その通り、ありがとうございます。いやだからああ今ちょっと感慨深いわ、あの時試合に出ておられた方なんだみたいな。いやもうだからもう僕がもう一番思い出深いのがバブルエコーなんですよ。いやもう僕めちゃめちゃだから、そのロッテ戦がね、だから深夜になっちゃって、あちゃーってみんな頭抱えてたんですよ、はい、翌日数字聞いたらめちゃめちゃ良くてえ、なんでだろうって言ったら、前の数字の中継がめちゃめちゃ良かったからってラッキーと思って、変なゴールデンにやるより良かったんですよ。ね、だってあの多分プロ野球でも40とか前後ぐらい行ったんですよね、瞬間。そう一番いいところがね、でそこからすぐやる、だからずっと伸びてるから、そこからすぐ始まるじゃないですか、おかげさまで。あれめっちゃ面白かったですよ、その説ありがとうございました。最後ね、レインボーブリッジ3本だったねよく知ってね合逆戦したと思って、えぐいなこれみたいな、そのもうお世話になりました、その説は
ここであえてこの話になると思わなかった俺、ね、すごいつながり、うん、すげえつながったあれ面白いねいや僕はあれで、ね、見てほしい本当にありがとう、あのね今見るべき映画やと思う、うん、このちょっと苦しい時にね、良き時に国民が、ね、元気になるというね、あいろんな、うん、なんかこうねバブルを、ただ佐々木さんそれあんないい試合の後で見てる場合じゃないですか、いやいやいやもうあれ見るべきですよ、あのすごい心地よく見てたんですよもうちょっと試合のこと反省したりしないの、ね、15回引き分けてますから、そうかそうか、そんな反省することですよ、明日に向かってってことはまだ明日あるって、そう次の日日本一になったんですよ、勝って延長12回で、見てる場合じゃないじゃないですかいやあれはもう本当に今だこそ見てほしいですね、超意外な話だな、いやあれは頑張れる元気が出ると思うありがとうございます、だけどあの試合やってた人があの映画見てくれてたって超意外ですよ僕だから今もその話になるとこの話どこでも何回もしてるんですよ、あそうなの、はい、うん、バブルフォーをやっててみたいな初めて見てみたいな、あの洗濯機回って昔行くんだよつってでバブルを弾けないようにするんだよつって詳しい本当にありがとうございます、ちゃんと見ていただいて俺だって試合内容覚えてないもん、いやもう見てるんですよ自分のが始まるから全部あ投げみたいな感じで、いや終わったらすぐだから超夜中っすもんね、うん、であの後にスポルトが始まったんですよそうそう、あの4時ぐらいから、うん、そう本当そう、はあ、4時ぐらいからスポルト始まって終わっあそうか、スポルト待ってたのねいや、ま、僕は待ってないですよ、でもその試合って結構活躍されました、じゃあ もちろん活躍しましたけど別にスポルトまで見る、あの終わって寝ました、あそうなんだ、バブレゴー映画見てくれたありがとうございますだってレインボーブリッジ3本知ってんだもんね、そう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 、で最後まで見てますから、最後まで見てる証拠ですよそれ、豪華学生みたいな、なんかあのもうよく覚えてクイーンエリザベス号的なやつがね使えて動かない、あしない、はい、あのあそこのミラートリップいっぱい船がね、そうそうそう3本だよ、レインボーブリッジ3本だよ、えぐいよ、エジからめっちゃあるあの東京ドームが3つあるんだよ向こうにですか、そうそう、いやそこまで見てなかったっすねもうとにかく全部3つにしたら景気よく見えるから全部3つにしてくれって言ったらまあ東京ドームは3つだね、フジテレビのボールが3つになってるのもうあの自分で言うのもなんですけど僕も最高に好きなくだらない映画ですよ、いやあれは本当ね今こそこの時代だからこそ見るべきあの夢見てほしいですね、もう一回あの3本にしようっていう、いや感慨深いわ俺あの延長戦で戦ってた方と今喋ってるなと思うだから僕できると思うんですよ、今あのオリンピック村選手村あったじゃないですか、うんうん、あそこからあの浜松町にレインボーブリッジ行けると思うんですよいると思うんですよ、ああまあね、うん、はい、あっても多分利便性はめちゃくちゃ上がるから、うん、あそこにもう一個ね、でそのままあの豊洲勝どきの高速につなげるんですよでそしたら2本になるからちょっと渋滞緩和されるじゃないですか、あれでもねオリンピックの時に間に合ってなかったと思うんだけど、あれ実はあの旧魚河岸のこっち側に向こうに行く橋かけてて、オリンピックの時に間に合ってなかったですよね、あれ。そうそうですね、あの小池百合子都知事がちょっとあのほらあの魚河岸のあれの問題で暴れたおかげで間に合わなくなっちゃって、だから今もう通ってんじゃないかな、あの橋は、うん、こっちっすよ、もっとこっちってこと、あのレインボーブリッジで並行してあの晴海ふ頭からあそこは距離あるよ、あそこからあれ何でしたっけ、庭園、あ浜の離宮、浜の離宮の横を行って、うん、あの浜松町まで行くんですよめちゃめちゃ距離あるやん、橋、うん、バブリーに行きたいですよねまあこの話がよく分かるようになるためには皆さんバブルエコー見てください、ありがとうございます、はい、ということで長くお話しいただきましたけど、わざきょう楽しい話ありがとうございました、いや、ね、いやびっくりしただけど今、いや最後にね、そんなところでガッチャンコするとあれそうか、ロッテの日本シリーズか、そう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 、え相手どこでしたっけ、中日です、だから僕名古屋のウエスティンのホテルで見てたんですよ、そうなんだ、はい、いやもう本当に僕も一生忘れない日本シリーズですよ、あの試合内容は忘れちゃいましたね何すげえ延長戦やってんだもん、うん、
切り替えたんですね。そうか、そうそうなんですよ。延長15回11時54分か6分ぐらいで試合終わったんですよ。え、相手監督落合さん。そうそうそうです。あ、そう、そうか。え、落合中日を倒して日本一。そう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 。それはすごいな。それはそれはお見それしました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。これでもロッテに入った時にすぐレギュラー取れると思いませんでした、はい、いや思いましたよ。弱いから入ってるんですから、はい、面白いですかっていう、それが僕その8歳から野球始めて38までやったんですよほぼほぼ人生野球しかしてきてないわけですよ、うん、このまま死んだらもったいないですよ人生が、うん。